ははいこんにちは尾野圭介です今日はですねエンデューロのレースのコツなんですけども、まあ、かなりほんのちょっとしたコツというか、まあえて微妙なところに突っ込んでみようかなと思ってほ,あのほんのちょっとしたコツということで、はい、話していきたいと思いますで、えっと、ほんのちょっとした、えっと、コツなんですけども、まあ、かなり微妙なところでまあなんかこのメインっていうメインの走り方というよりはえっとまあまあなんか 割と小手先って言っちゃなんかあれですけどまあただ誰もが一回はこういう時どうしようかなって迷うようななんかああこんなのあるよねあるあるみたいなそんなところのコツについてやっていきたいと思いますはいではいまず1つ目、えー、近くに速い人がいましたついていくかどうかっていうことですねえっ、ー、とエンデュールを走ってるとあのまあ長いので時間が だからいろんなこことが起こるわけですよなんか集団の中で走っていたり、まあ、ちぎれたりしてバラバラになって1人で走ったりするんですけどそういう時に走ってる時にこう近くを速い人がピューンって通り抜けていったりすることがあるんですけどその時にどうしようかってことなんですけど、えー、とこういう判断をしてます。えーとえー、とまずちょっと速い人だったらついて行ったりします。 でその時に平坦か下,下りですね平坦か下,下りで速い人を見つけたらついていくということをしますでこの時にまずやってはいけないことなんですけど上りだったらですそのエンデューロって周回コースなので、えー、まあ上りは比較的少ないんですけどまあそれでも上りがあったりするのでそういう上りまあ短い上りならいいんですけど長い上りでちょっと速い人がいたとしてもはい それをやめた方がいいです、えっと、長い登りでもう自分よりちょっと早いなみたいな人がいたらもうそれはついていかないで自分のペースで走った方がいいですねやっぱり登りっていうのはその人の後ろについたとしても空気抵抗は、まあ、空気抵抗はそれなりに下がりますけどそれよりも重力の影響の方が大きいので登りでえっと速い人がいたからといってついていくともうそれで一気に疲れちゃうっていう原因になるので、えー、登りはやめましょう で平坦とか下りだったら、まあ、ちょっと早い人がいたら、もうそれはついていった方が、えー、といいですね。まあ、上りだったら焦らずに自分のペースで走るのが結局いいです。はい。じゃあこういう場合です。まあ集団から遅れて、遅れてるというか、まあ遅れてもいいし、まあ結局集団が崩壊するようなこととかってあって、一、えー、人で走ってます。そういう時にどういうふうに走ろうかなっていうことなんですけども、この時僕こうしてます。えっ、ー、と無理して一人で頑張って走らずに、まあゆっくり、 えー、わざとゆっくり回復するぐらいのペースで走って、まあ、後ろからちょうどいい集団が来るのを待つ、えー、ということをします。でこれ結局一人で走ると疲れてしまってで疲れてペースが落ちたところに、まあ、結局後ろからまあ、ね、ちょうどいい集団がきっと来てそれに吸収されるっていうことがやっぱりほとんどなんですよ。で一人で走ってる時に例えば頑張って走って、えー、と前にきっと。 いい人、あの、ちょうどいい集団がいるんじゃないかと思って、頑張って走って前に行ってみようって思っても、結局、追いつくのってやっぱり大変なんですよね。で、そもそももう前に、そのちょうどいい集団があるかどうかなんて、分からないわけです。で、こういうエンデ慮ーロて、周回コースで行われるので、まあ、その場で待ってるってことはないですけど、まあ、ゆっくりわざと走って、後ろからちょうどいい速さの集団が来たら、それに乗っていくっていうのが、 いいいと思いますでこの時集団が、まあ、ちょっと遅いなと思ったとしてもやっぱり集団を出て1人で走るっていうのは本当に体力を使うことなのでなんかこの集団もうちょっと早く走ってくれないかなと思うことがあったとしても結局その集団で走った方が一番早いですね。 集団遅いからちょっと飛び出ようって思うとやっぱりそう飛び出たとしても結局疲れて遅くなって元の集団に吸収されるっていうことがやっぱほとんどなんですよ。はいあのやってみました。やってみましたけどほとんどそうなのでまあ結局はえっと一人で走るよりもやっぱり集団で走った時の方がメリットが大きいのでまあ一人になってしまったらまあ、そこはおとなしくまあ、無理するのではなくてまあ、ちょうどいい集団を探すっていうのがいいかなというところです。 はい次です。えっ、ー、と、補給食の食べ方、えー、なんですけど、まあ、エンデューロとやっぱり切っても切れないのが補給食だと思います。長い、えー、とレース時間が長いものなので、えー、そういう時は補給食が必要になってくるんですけど、まあ、どういうふうに食べようかなって考えたときに、えー、と2時間ぐらいまでだったら基本的に補給食なしでいきます。で、まあ、補給食を食べるときって、やっぱりあのハンドルから片手を離したり、 すするのでで結構やっぱ気を使うわけですよね、まあ、だから、まあ、気を使うと気を使わないだったら当然気を使わない方がいいので、まあ、食べる時はまあかなり注意して食べていますでちなみに3時間ぐらいになるとまあまあないよりはあった方がいいかなってことで、まあ、ジェルを1つか2つぐらい持っていったりしますねこのジェルっていうのは、まあ、大体あの1パック100キロカロリーとか120キロカロリーぐらい入って いますねマグオンとかそういういものです、まあちょっと興味がある方は、えー、とマグオンはあの概要欄にリンクが貼ってあるので調べてみてくださいで3時間を超えるようだったら、まあ、ちょっと持っていくといいですねでちなみに絶対にエネルギー切れになりたくない時にどうするかなんですけど、えーとまあ、ちなみに7時間エンデューロとかに出たことがあるんですけどその時に絶対にエネルギー切れになりたくないわけですよなったらもうめちゃくちゃつらいしでそういう時は もう30分に1つ食べ続けましたね。だから10個とか12個とか持ってって、もう30分にひたすら1個食べると、そのお腹が減ってなくても減ってても、とにかくえと食べると。まあ30分に1個ずつ食べても結局1 0 0 0カロリーとか1 2 0 0カロリーとかそれくらいしか取れないので、もうそれ以上はるかにえと消費カロリーとしては多いので、まあこれだけ食べても、そのまあ常に 7時間走るとなると、ちょっとエネルギー切れの心配っていうのはやっぱり出てきてしまいます。でも、これぐらい食べるとかなりエネルギー切れにはなりにくいわけですね。はい。で、えー、とコースの中で避けるところっていうことで、これ何かっていうとあの、ここなんですよ。ピットレーン。ピットレーンの近くはやっぱり注意して走ります。何かっていうと、ピットレーンに。 向かっていく人あるいは出てくる人っていう人が絶対にいるんですよね。今まで例えば集団で走っていた時に、まあ、集団をひょいっと抜けてピットに行くと。まあまあそうですよね。あのチームで出てれば当然ピットに行くので、まあ、そういう人は絶対にいるんですよ。であるいはピットから出てきて合流する。 えー、わけですそういう人たちっていうのは必ずコースを、まあ、斜めに移動しなきゃいけないのでその時どうしても危険に、えー、危,険危険っていうよりは、まあ、注意しなきゃいけないっていう、えー、そういうこと、えー、があるんですね。えー、でそれで、えーっとえー、っとちょっと気をつけなければいけないのは例えばあのサーキットとかであのエンデューロをやる場合はほとんど大丈夫です。 なんえー、ちゃんとそのサーキットってあの本来車とかオートバイが走るところなので、まあ、なるべく危険がないように設計されているので、まあ、ピットインピットレーンとかはかなりちゃんと設計されてるんですけど、まあ、そうじゃなくて、えー、と例えば、えー、何か、えー、とスタジアムだったり公園みたいなところを貸し切ってレースをするっていう時に、まあ、その場でその場所で、えー、まあ自転車の コース本来自転車のコースじゃないところを自転車のコースにするのでちょっと設計的に無理がある場合とかがあって例えばコーナーの内側にピットの入り口とかがあるそういう場合があるんですねでコーナーの内側って普通に走ってれば内側走った方が早いのでみんな走るんですよでそのようにみんな走るところにピットの入り口とか出口がある場合がやっぱりどうしてもあるのでそこはちょっと気をつけて 外側を走りましょうっていういことをやった方がいいですこういうところたまにですねあるので気をつけてみてくださいというかまあ普通のサーキットでも、まあ、ピットレーンは気をつけなきゃいけないので気をつけてくださいということで、えーまあ、本当にちょっとしたことですけど、まあ、エンデューロのコツというかかなり微妙な伝わらない選手権みたいなところですけどエンデューロのコツを 話ししてみましたでエンデューロ自体はすごく楽しいレースで僕もたくさん出場したりしているのでぜひ、まあ、皆さんも出場してみてください。ということでこの動画を終わりにします。